いけた。いけた。ゲームパッドの上に荷物置いてた。よいしょ。かわいいね。岩にメッセージ入ると思ってた。後ろの左にあるが大地の女神兄さんの神殿。藤子ナイトハルト殿下の真っ黒な夜ってかっこいいな。それにすっごく強いんだよ。アナログな竜。ほっ、さよならかもしれない。お金取るからじゃないです。ビーパッドの上に乗っけ、もし、あ、いらないです。ブルースカイさん、いらっしゃい。ズゴック、ズゴック、いいじゃん。たまにはなんか失敗したってさ。すごくに見えた。ブーさん、いらっしゃい。失敗したっていいじゃん。よいしょ。うまさが。よ。なんだお前たちは。かわいいでしょ。なんもないな。失敗はいいんだけど、ゲームパッドの上に物置くとか女としてどうかと思うぜ。なんかさ、さ、すごいさ、女とは男とはっていう人ってさ、女としてとか男としてっていう人って大体自分が人間的に自信ない人だよね。自分の人間性に疑問を抱きつつも、抱いてるから、自分の人間性に疑問を抱いてるからこそ、自分が言われて傷つくようなこと、なんか自分は男らしくないな、ちょっとうじうじしてめめしいなと思ってるからこそ、そうやって人に対して物を言うんだよね。それが相手が一番傷つくと無意識に錯覚しているから、無意識に錯覚をしているから。よいしょ。よし。白四角。2800、8個目さん、いらっしゃい。誰が人のゲーム機、レンジでチンしたの？俺は男として言うけど、ロマ探してる女の子もっと欲しい。増えて欲しい。結構やってる子いるんじゃないの？ブーメラン理論ですね。ブーメラン。あれ？湖行けないね。湖行けるかなと思ったんだけど。ほっ。1の哀れを10で返す。うむ。やられたらやり返す。100倍返しだ。錯覚。何も増えない。よし、決めた。砂漠もっかい行こう。行ってないとこいっぱいあるだろうから、砂漠もっかい行こう。わかんない、次砂漠行く。よいしょ。そんな真実を突きつけられたらかわいそうだろ。だって言ってくる方が悪いじゃん。2816個目さ、いらっしゃい。寂しい村だな。寂しい村だな。もこもんちゃんしょ、金トロッコやじゃなーいし。何しろ寂しい村だな。パブないのかな。パブない。どうしてもファイファンとかドロッグエッジの島、この自由度音楽も負けはしないぞ。うん、うん、セーブ分ける。なんもないぞ。よし、ほっ、タラール族。あれ、いない。なんもないぞ。でも炎はある。つけっぱ。なんだなんだ。よいしょ。イベ解説の断念突入、現在の3つ。わかった。なんか懐かしい。この主人公の出身地なんだ。この用心。
ベッドの下にはエロ本が隠されている。お、ダメだな。すごい悲しい音楽のままになっちゃった。おお、あ、どうも。よいしょ。森は、木は森の中に。チューチュー、なんかあるかな。ね、仲間にしたいんだけど。よいしょ。ダンスの引き出しの天井、ダンスの引き出しの天井。なんで母親見つけてエロ本を机の上に置くのか。ドヤ顔。筋トレ書いてあります。音楽悲しいよね。どうにかしたいんだけど。悲しい。はっ！地図からノースポイント入ってみて分かりました。お母さんだからさ。あー、だったらー。ほい。お金集め大変。お、なんか強そうなの。おお、びっくりした。あ、なんか強そう、強そう。これまさか初見だよ。見つけられたことを教えた息子の心情を想像してムフフするため。えじゃ、今夜のおかずだよって夕飯に出されたの。リュウさんのお母さんなかなかトリッキーだね。よいしょ。一つで分かるように置く。そう。ジャンル分け。ここからノースポイントに。ノースポイント。ノースポイント入れねえ。ノースポイントなんてねえ。ガーン。パブいない。違う地図か。 X か Y で世界マップ。いけません、いけません、いけません。ステップ上に抜けないといけないっぽいな。上に行けばいいのか、これ。おお。街中でセレクト。あとでね。こう。お、痛い。チュー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 。お、ヒットポイントアップ。もしかして、こうやって戦闘してる間に、こうやって戦闘している間に、もしかしたら、仲間現れるかもしれないし。ちょっと近いよ。うおー、音びっくりするよね。よいしょ、よいしょ。2865個目さんです。ダイニングにエロ本で失敗しにしてたら、親父が後でこっそりバレないようにしろって出してくれた。いい親父さんだ。強い、死んだ、死んだんだけど、どうしたらいいの。死んだ。あ、生きた、帰ってきた、帰ってきた。帰ってきちゃった。出た、チュチュ、生きてた。よし、こっから誰にも当たらずに町まで行こう。町まで行く。セーブしといたら。やーだ、やーだ。なんかあんのかな、これ。あ、なんもない、いっぱいいる。あーあー、いっぱいいる。うおー、マサハイ人ばっかりで、なんか、あ、で、逆にさ、逆にロマサガ廃人ばっかりでさ、私の意見とか聞かないの、みんな。
あ、なんか強そうなやる。ファルコン、これ絶対強いでしょ、これ。待って、これ絶対強いでしょ、これ。これ絶対強いわ。あ、死んだ。大丈夫だった。よし。ふぅ。オッケー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 。平気平気。見た目強そうなんだけど、大抵弱い。そうなんだ。絶対強いイメージ。そう。そう。なんかね、みんなね、好きかっていうの、こうした方がいい、ああした方がいいって。みんなすげえ好きかっていうのを。もう、だから誰も信じない。よいしょ。こう。青いドラゴン強かったね。よいしょよいしょ。メジ君めっちゃ服奥は深いけど容量入らんかったんか。ミンサカでそれができてるんでしょ。よいしょよいしょ。ねんねん海賊そうだよ。よいしょ。見てるだけが最高。よいしょよいしょ。いろいろ議論変えて結果ちゃーちゃんの考えだよ。結局私したようにしかしないから。おやすみなさい。で、いないいない。カットされたセリフも入ってるんだ。いないぽよ。ボーザリアにたどり着きます。これ弟探してる子でしょ。カーブの繰り返し仲間出る。嘘。弟いなくなりすぎだろ。あれは多分前のところの人が移動してきたんだと思うんだけど。よいしょ。ドラゴンボール最初に言った。お、戦わないとダメとかじゃないの。これでいけんのかな。戦わないと出てこないとか。よいしょ。戦闘開始満たしてないとき、してても出てないときにマップ切り替えで出演することがある。マジで。なるほど。じゃん。よいしょ。おいってらっしゃい。じゃあさ、戦闘開始満たしてるかな。戦闘開始満たしてるのかな、それば。よいしょ。うん、ドラゴンボール超出るらしいね。そもそも戦闘回数満たしてっかな。なるべく逃げちゃってるんだけど。トカゲもいるよ。2977個目さんいらっしゃい。よいしょ。おっさんとトカゲ。よいしょ。よし。あと10回ぐらいしよっか、これ。よし。あと10回ぐらいしよっか。なんかね、出たり入ったりしてると出てくる可能性があるんだって。腹筋トロカーちゃいます。私一回も逃げてないよ。一回しか逃げてないよ。のんのん日和、また萌えゲ、萌えアニメか。なんか逃げてないって。よいしょ。セレクトパブ入ってる仲間確認。これ。よいしょ。私アニメ見ないからね。夏とか関係なく宇宙世紀ガンダムが好きです。よっ。平均人気つつ、うう頭最近やってない。あれ、そんなに戦闘やってないのかな。うん、宇宙世紀そんなに戦闘やってないのかな、これ。もしかして。
地味な作業してるんだけど、仲間出るまで戦闘。分かった、じゃあそうしよっか。仲間欲しいし、ちょっと戦おう。ちょいめんどくさいけど出ないね、これで最後。電尿、電尿よ。クリスタルシティは出やすいイメージ。よっ、入れたい仲間とかわかんないや、全然わかんない。よし、ほっ、詩人だ詩人だ詩人だ。よし、おお、なんかいっぱいいる。よし、戦うぞ。詩人のがっかりかな。またレベル上げんのめんどくさい。いい武器欲しいな。犬飼喜び用意。そう、泣きしなが思った。三千詩人ちゃんでした。よいしょ。いや、あのね、詩人仲間になら、仲間になる詩人じゃないんだよね。よいしょ。よいしょ。よー。ねえ、早くいい武器欲しいんだけど。敵多いよね。でもお金稼ぐのも大変なんだ。よいしょ。よし。チューチューチュー。今に。よいしょ。敵いきなり強くなるよ、でも。よいしょ。ほっ、ほっ、これ今2000投目、10戦闘ごとぐらいにちょっとパブ見に行こっかね。10戦闘ごとぐらいにパブ見に行こっか。お金取ろうか。ございます。治りかかるレベルこれ2、これ3。おい、待って待って。よし、ジュルジュル。本金潰しに来る。レベルとはクリスタルチ。そうなんだ。よいしょ。ほっ、とりあえず仲間が何でもいいから1匹ぐらい仲間にしたい。よいしょ。アルベルト出てくるのかな、わかんないや。アルベルトが誰かもわかんないやよし、エマやん。よいしょ。アラサーステップでこう、戦闘回数を増やしてる。戦闘回数がどうやら少なすぎるっぽいから、ちょっと戦闘回数を増やしてんだ。ママサガのやり込みの音できた。よいしょ。よいしょ。アルベルトは18歳だからパブにも入れる。ほう。今何戦闘目だっけ ?4 戦闘目ぐらいだっけ。あー、いたー。今4戦闘目ぐらいかな。フラグ分かりにすぎてノートに書く。よいしょ。本気勢だな。ほっ、よし。うん、数えてなかった、ごめんね。許さない。ちゃんと数えてて、ちゃんと数えてて。椅子みたいな敵かわいい。かしかし、なんかいっぱい持ってるしね。
ドラゴンクエスト5の主人公より不幸なの？ドラゴンクエスト5の主人公より不幸なの？よいしょ。まさか。よいしょ。あ、なんか強そう。あ、でもあんま強くなかったやつだ。主人公だってドラクエ5の主人公さ、王族の生まれなのにさ、幼少期をさ、貧乏でさ、暮らしてさ、で、あれだよ、幼少期貧乏で暮らして子供の頃に親が死んでさ、父親が自分のせいで死んでさ、でさ、過酷に奴隷の運命を10年背負ってさ、でその後全然仲も良くない女の子に金のためで結婚させられてさ、でこんなに頑張って自分が勇者だと思ったら自分の息子が勇者でしたっていうクソ死を、しかも息子の成長も見れなかったっていう、デボラ選んだもうほんと最悪なんだけど、こういない、最悪の人生だったんですけど、仲も良くなるな、そう、まあ美人だけどさ、ビアンカとか知らない、誰それ、ビアンカとか、ビアンカとか選べず女王女様に、王女様にふさわしくないじゃん、ビアンカ、こう、ビアンカ知らない子でしょ、よいしょ、フローラ一択、間違いない、よし、ビアンカはずっと親父さんの介護をやればいいじゃん、よし、よ、幼い頃に城がモンスターに襲われて家族がバラバラ、でもさ、幼い頃って言っても5歳ぐらいまではあれでしょ、5歳ぐらいまでは城で生活できてたんでしょ、主人公は記憶がないレベルだよ、伝説の勇者の時、自分が王で、あ、王子様であったっていうことすら知らないんだよ、かわいそうじゃない、パブパブパブ、うん、記憶喪失っていうか、ちっちゃい頃すぎてわかんないみたいな、旅に出て、そうそうそう、よし、みんな10回数えて戦闘を10回するから、戦闘を10回するから、ビアンカやるんで一瞬見てると思ってビアンカやるんだから、よし、1回目、1、もう1って発言しない人嫌いだから1って発言しない人嫌いだからね、もう今2と3って言った人NG 入れました、2とか3とか言った人、あ、今2、3063個目さ、2、1じゃあの、これで何回、なんかお腹たるんでそう、これ3、3、3、3、3、1000回超えてたからドレスなんか、よいしょ、魅力はダーダー、1、2、3、ダー、3、3、3、3、4、4、4、4、4、4、4、5、5、5、うん、覚えてるよ、5、みんないきなり数字ばっかりしか言わなくなってどうしたのみんないきなりよいしょよいしょ、いきなりあれなの、おけんとろかいざみ、いきなり数字しか言わなくなったけど、みんなどうしたの、頭おかしくなったのみんな頭おかしくなったの、数字が好きになったか、そうかそうか、それならしょうがないな、そっ
か、そっか。6、6、6、6、6、よし、6、6、ダーダー、6。リスナーが忠実なんじゃなくて、忠実なリスナーしか残れないんだよ、うちのコミュニティは。ね、ね、気がついたらリス忠実になっていた。残っていれば気がついたら忠実になっていた。このコミュニティ逃げ場はない。逃げ場はない。もう言うことを聞くしかない。こう、もう言うことを聞くしかない。7、7、7、7、7、7、7、7、シブンさんも NG。 よいしょよいしょ。あ、シブンさん NG 入れた。いや、よし、強くなかれば生きなかれない。8、8、8、8、選ばれし者しか残れん。8、8、8、8。アイアンソーのエンピア、脱落者が出てきた。よしね、8回戦ったからもういいよね。もういいや、行こう。よし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 、仲間1回も出てこない。もう8回戦ったからいいよね。もう出てるでしょ。出てない。よし、延長します。え、なんか飽きた戦闘。ハイパー演説タイム、ハイパー演説タイムです。はい、リュウさん、あつよしの、ミキロくん、レンレンさん、かっこいい先輩、みなずきさん、アーゲルカちゃん、シブさん、クロヘミさん、3224コメさん、3225コメさん、サルベさん、かっこいい先輩、ヒロさん、アキラさん、3230コメさん、タックさん、キリシロさん、サカリチョウさん、ハローさん、ありがとうございます。アキラさん、アキラさんね、ベッキューさん、先生さん、イッチーさん、ありがとうございます。CS って何？いないよ。3240コメさん、さ、太郎マグスーさんにとっちゃございます。クリスタルシティってどこ？下？クリスタルシティって下？上？下に出るの分かった、行く。クリスタルシティ行く。はい、太郎マグスーさん、ハイパーでます。クライマックスシリーズか。ステップを下に、インド人を右に。行くぜー。8から続きね、次当たっちゃったら続きね、9から。よいしょ、インド人、3253個目されました。まあ1回も当たりませんけどね、残念ながら的には1回も当たりませんけれども、当たりませんけれども、フラグじゃないの、ほら見て、遠くない？華麗なる回避。よいしょ。神回避。アホドロガンやめろ。すごいでしょ。なんかいっぱいいる。なに、どれどれにする？どれ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 いく？どれいく？これどれ、いっぱいいる。どれする、どれする、どれする、どれどれどれ。太郎さんとトランプマンさん一匹ずつ選んで、どれどれどれ、アイシャ、どれアイシャ、どれどれ選んで、アイシャ、どれアイシャ、ヒロさんいらっしゃい。どれアイシャ、左上のオレンジの髪の子、これこれアイシャ、バーバラ、これこれバーバラ、バーバラどれ、トランプマンさん、バーバラどれ、バーバラがいいって言って、上の青いの、よいしょ、ピンクの髪のバーバラ、私はバーバラ、ニューロード旅してるのよ、一緒に行っていいかな。
おっしゃーババラで、一番上の青いの太郎さんは青いのがいいんだってこれ。よいしょ、よし、じゃあ青いの、よし、地図が一気に